エムド GP9 は1954年1月から1963年8月の間にアメリカの GM、MM、エムドが製造した4度を軸のロードスイッチャー型の電気式ディーゼル機関車である。車体形状はフードユニット。出力1500馬力であった GP7 を1750馬力に増強したものが本形式である。 ショートフードの高さが低い車両。新生時からのものと改造したものもある。ブラジルのフィーポッサの7004号。ダイナミックブレーキ車。GP7 では M ド567バイト型ディーゼルエンジンを搭載していたが、本形式は 567C 型を搭載する。運転台のある A ユニットが4092両。 運転台のない B ユニットが165両の合わせて4257両が製造され、A ユニットは646両がカナダに、10両がメキシコに、5両がブラジルに輸出された。アメリカ国内での製造は1959年12月に終了し、その後はカナダで12両が製造された。基本的には、フードの短い側を先頭する設計であったが、 鉄道事業者によっては長い側を先頭とする場合もあった。また、ショートフードの高さを抑えて製造された車両もあった。これは前方視界を確保するために採用される構造であるが、後方視界を確保するためにショートフード側を後ろとして使用されたものもある。オプションとしてダイナミックブレーキが用意され装着している車両はロングフードの中央付近に 張り出しがある。台車は、ブロンバーグ B 型台車を装着しているが、一部に、ある A 型台車を装備していた車両やフレキシコイル、台車を装備していた車両がある。校舎は CR 向けのもので、合わせて、燃料タンクの小型化といった、軽量化もなされていた。多くの車両が、現在も、支線や、工場内で使用されており、一級鉄道では、 入れ替え機関車に改修して使用している鉄道もある。カナダ太平洋鉄道とカナディアンナショナル鉄道は2007年現在多数の g p 9を入れ替え機として使用している。BNSF 鉄道で使用されている B ユニット1700号。B ユニットは1954年2月から1959年12月にかけて製造され。 ユニオンパシフィック鉄道に125両がペンシルバニア鉄道に40両が納入された。暖房装置として客車に暖房や電源を供給するための発電装置を搭載した車両もある。その装置はロングフード先端のデッキ状に箱型にまとめて装着されている。FT など旧式機関車の部品を流用して製造されたグループで グレート、ノーザン鉄道の16両を含む40両が製造された。FT のエンジンを使用したことから出力は1350馬力であった。アッチソント・ピカサンタフェ鉄道では4両の GEP7 バイトに運転台を取り付け GP9U とした。イリノイセントラルガルフ鉄道はアップの GP9 バイトを改造し GP11 とした。ありがとうございます。